朝寝室を出る前は全ての窓とカーテンを閉めて部屋をできるだけ暗くしましょう。そうすれば日光や温まった空気が入ってくるのを防いで部屋の温度が上がらなくなります。日が沈んだら部屋の反対側の窓を開けましょう。こうすることで逆方向に換気をすることができるんです。片方の窓から空気が入り、もう片方の窓から出ていくので風通しが良くなり、涼しく心地よく過ごすことができます。部屋に窓が一つしかない場合は、開けた窓の反対側に扇風機を置くことによって似た構造を作り出すことができます。扇風機が窓から入ってきた空気を押し出してくれるからです。奇妙に思うかもしれませんが、これで室内の暖かい空気が外に出て新鮮な冷たい空気が入ってくるんです。また1日を通して熱を出す家電を使わないようにしましょう。家電が出す熱で部屋が熱くなってしまうからです。ヘアドライヤーを使うなら冷風設定にしましょう。夕食を作るのにオーブンでローストする代わりに、火を通さなくてできる夏らしいサラダを作るのがおすすめ。電子機器も同じ。パソコンやテレビをつけたり、スマホを充電したりすると熱が発生しますよね。寝る前にこういった電子機器をオフにすることで、空気をより長時間冷たく保つことができるんです。冬用の分厚い掛け布団を夏用の薄いものに取り替えましょう。当たり前ですよね。ですが、寝具を素材で選ぶのも大切なんですよ。ポリエステルなどの化学繊維を含むシーツやブランケットは熱を閉じ込めるので、ベッドがさらに熱く感じられるようになります。フランネルやウールのような重い天然繊維も涼しくはしてくれません。寝具は綿や麻といった通気性のある素材のものを選びましょう。こういった軽い天然素材の繊維は肌に触れると涼しく感じますからね。就寝時間が近づくと体の芯の温度が自然に下がるので寝つきが良くなります。寝る前にぬるめのシャワーを浴びることで、この冷却作用を助けることができます。シャワーを浴びると最初体温は上がりますが、シャワーから出るとすぐに下がるからです。でもシャワーの温度は熱すぎないようにしてくださいね。蒸気で部屋の気温が上がってしまいますから。髪が濡れたままで寝てしまうと、頭皮の余分な湿り気のせいで涼しく感じることができます。ですが、これをあまり頻繁に行わないように。頭皮が濡れたまま寝るのが習慣になると、髪が傷んだりもつれたりする原因になるからです。私はよくやってしまいますけどね。扇風機をつけると最初は部屋が冷えるのですが、何度も同じ空気が回っているため冷える効果が落ちることになります。ボウルに入れた氷を扇風機の前に置くと、扇風機から吹く風がすぐに冷たくなり、夜遅くまでその状態を保つことができます。人間が最も汗をかきやすい場所は額と顔ですので、涼しくいるためにはこれらの場所を涼しく保つことが大事なんです。寝る1時間前に小さなフェイスタオルを凍らせておきましょう。それを額に置いて冷湿布にするのです。冷たすぎるのが嫌なら凍らせないで冷たい水で濡らしたタオルを使いましょう。質の悪いマットレスには熱がこもってしまうことがあります。通気性の悪い低品質のスポンジがよく使われていて、体温があなたの眠っているマットレスの表面にこもるからです。高品質のマットレスにはジェル入りマットレスや植物由来のフォームなど革新的なツールが使用されているので、体温の吸収を助け、寝ている間も涼しく快適に過ごすことができます。いくら薄いブランケットを使っていても、何枚も重ねるとその間に空気がこもって熱くなってしまいます。ですので、夏の夜は掛け布団を1枚だけ使いましょう。熱い空気は上に上がりますよね。暑さを避けるためにはベッドを地面にできるだけ近づけるようにしましょう。階数のある家に住んでいる人は上の階でなく1階、またはもっと涼しい地下で寝るといいでしょう。家が1階建てならマットレスをベッドフレームから出して床に置いてみてください。酷暑のエジプトに住む人々は特有の方法を使うんですよ。体を覆える大きさのブランケットやシーツを使い、冷たい水で濡らします。
そして水が滴るほどではない、まだ湿っている状態まで絞るか、ある程度乾かす化します。乾かすと言いますが、まだ湿った状態まで乾かします。マットレスに乾いたタオルを敷き、マットレスが濡れないようにします。そして濡れたシーツをブランケットとして使うのです。そうすることで夜の間ずっと涼しく過ごすことができます。運動を習慣にすると眠りの質が全体的に上がります。ですが運動する時間が遅すぎると中核体温が上がり、寝る時間までに下げるのが難しくなるのです。一人で寝る人は体を伸ばすスペースがたくさんありますよね。腕と足、頭を伸ばして翼を広げたワシのポーズをとりましょう。そうすると体の周りの空気の循環が良くなり、体温が下がりやすくなります。脂肪や炭水化物がたっぷりの食事は消化するのにたくさんのエネルギーを必要とします。ミートスウェットと呼ばれる汗が出るんです。辛いものも食べると汗をかきやすくなります。重めの食事でなく、魚、サラダ、フルーツといった軽くて量も少なめの食事を摂るようにすると良いでしょう。ポップコーンやダークチョコレートといった食べ物には眠りを手助けする栄養素が入っています。冷え性を改善するためには、少なくとも就寝時間2から3時間前には食事をしないようにしましょう。脱水状態だと体温が上がります。汗を出して中枢体温を一定にするための水分が足りないのです。寝る前にグラス1杯の水を飲んでベッドの横に置き、夜の間にも水分補給ができるようにしましょう。シーツをビニール袋に入れ、就寝の 2、3 分前に冷凍庫に入れてみてください。これで一晩中涼しくなるわけではありませんが、ベッドに入るときに暑さや湿気から解放されます。シーツ全体を凍らせるのはやりすぎだと思っているあなた、それなら靴下を凍らせるのはどうでしょうか。冷たい靴下を履いて寝ると体中の血行が上がり、中枢体温が下がりやすくなります。お湯を入れたボトルは冬だけのものじゃありません。冷凍庫に入れておいたらベッドに漏れることのないアイスパックにもなるんです。長い一日の後、大きくてふわふわの枕に頭を乗せると気持ちがいいですよね。でも涼しくはなれません。頭は体の中で最も体温が高い場所の一つですので、柔らかい枕に沈めると熱がこもってしまうのです。軽くて薄めの枕だと頭を涼しくしておくことができますよ。素早く体を冷やしたいときは、血管が皮膚に近い位置にある脈点に氷や冷シップを当てると体温を早く下げることができます。脈点は手首、首、肘、足首、耳の後ろにあります。シーツと同じようにパジャマも軽い素材にするのが大切です。涼しくいるためには薄着の方がいいんですよ。大きめの綿のショートパンツや下着がおすすめです。布が汗を吸うため、裸で寝るよりもパジャマを着た方が涼しいという人もいます。勇気がある方は DIY のハンモックを寝室に作ってみるのはどうでしょう。ハンモックは全体が吊るされているため空気の流れがいいのです。涼しいそよ風の中で眠っているみたいに感じること間違いなし。開けた窓の前に濡らしたシーツをかけると部屋全体の温度を下げることができます。部屋に入ってくる空気が濡れたシーツで冷え、室温を早く下げてくれます。コーヒーを飲むと脱水症状になり、コルチゾールレベルが上昇するので、どんな気温であっても心地よく眠るのが難しくなります。寝る前にはたっぷりのマキアートの代わりにハーブティーや牛乳を飲みましょう。眠りを助けてくれますよ。では皆さん、おやすみなさい。